9月28日に発売される BLT 2023年11月号に桜坂 46.3 期生が登場する。この度その表紙が解禁された。初めて3期生全員で雑誌撮影に臨んだ BLT 4月号以来約半年ぶりの登場となる。身を寄せ合い、ぎゅっと集まった11人が愛らしい混合の表紙は、まだぎこちなさが残っていた前回の登場時よりリラックスした、ナチュラルな魅力が詰まったカットに。この半年のグループ活動を経ての、彼女たちの変化と成長が伺える。バル、座談会形式のインタビューでは、加入から現在までの間で変化した互いの印象や思い、3期生曲、夏の近道、静寂の暴力のパフォーマンスにまつわるエピソードなど、3期生お披露目からの軌跡を2万字の大ボリュームで振り返る。メンバー同士でじゃれ合う様子や、炎上に置かれた椅子に仲良く腰掛け語り合う姿など、同期ならではの元の表情を捉えた関東グラビアも必見だ。さらに、デビュー直後とは思えない表現力の高さで大きな話題を呼び、3期生の飛躍のきっかけにもなった、静寂の暴力のミュージックビデオの意味を、本誌独自の切り口で考察する五線字レビューも。この大特集で、桜坂46の未来を担う3期生の魅力を知ることができる一冊となっている。